こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、今までいろいろ学んできましたね。簡単に復習しましょう。最初に学んだのは、顕在意識と潜在意識がコミュニケーションを取る方法でしたね。それは、言い換えると、現在の自分が6歳の自分と話すということです。その内容として、すでに、癒す、褒める、叱る、励ます、諭すという5つを学びましたね。そして、諭すことがまだできない時に役立つのが、アファメーションでしたね。今日は、もう少しアファメーションの活用法について学びましょう。ということで、今日のテーマは、潜在意識に号令をかけるです。あなたは、学生の頃、運動部に入っていましたか？例えば、野球をやっている時には、監督がいろいろ声をかけますよね。絶対に勝つぞ。とか、もっと気合を入れろ。とかです。監督と部員たちの関係は、顕在意識と潜在意識の関係に似ています。監督は顕在意識である現在の自分で、部員たちが潜在意識である過去の自分なのです。監督は常に部員たちをねぎらい、褒め、励まし、叱り、諭します。そして、号令をかけるのです。こうして、できるだけ多くの部員が監督の号令通りに動ければ、それだけ試合に勝ちやすくなりますね。つまり、能力が高くなるということです。あなたの心もこれと同じです。現在のあなたは、潜在意識に常に号令をかけなければいけません。そして、潜在意識の自分がその言葉に忠実に従えば、それだけ号令が届きやすくなり、能力が高くなるのです。しかし、多くの人は、そもそも現在の自分が潜在意識に号令をかけていません。例えば、仕事をするときにも、現在の自分までもが、これ、ちゃんとできるかな、失敗するかなと思っていたりしますよね。こんな監督のもとでは、潜在意識はやる気を出しません。つまり、迷いの言葉ばかり言う監督は部員に信頼されず、たまに号令をかけても従わないのです。そのうちに、頼りない監督を放っておいて、部員たちは勝手な行動をし始めます。こうして、自分が望んでいない方向へと人生が進んでしまうのです。ということで、大切なのは、現在の自分がどうしたいのか、どうなりたいのかをしっかりと決意すること。仕事で成功したいなら、それをアファメーションの言葉として、まずは自分に言い聞かせます。そして、それは潜在意識に対する号令にもなるのです。もともとやる気のある部員なら、あなたが号令をかけるだけで喜んで従います。しばらく号令をかけ続けると、消極的な部員もなんとなく従うようになります。これだけでも随分とあなたは動きやすくなるでしょう。最後に、反抗的な部員たちもまた、あなたに従うようになります。ここまでには少し時間がかかりますから、早く始めれば、それだけ早くそうなるでしょう。このように、アファメーションは、現在のあなたの決意や方向性を強めるだけでなく、潜在意識に号令をかけて動かす作用がありますから、ぜひ続けてくださいね。